1980年、すでに人類は地球防衛組織シャドウを結成していた。シャドウの本部はイギリスのとある映画会社の地下深く秘密裏に作られ、沈着冷静なストレイカー最高司令官のもと、日夜謎の円盤 UFO に完全と挑戦していた。シド、コンピューター衛星。このシドが UFO 侵入をキャッチすると、直ちにシャドウ全ステーションに急報。スカイダイバー、それはシャドウの海底部隊、世界で最も進んだ潜水艦である。その前部にはスカイワンと呼ばれるジェット機が装備され、海上を超スピードで進み敵を撃破する。人間の最高頭脳を結集して作られたシャドウのメカニック。ムーンベースは月面基地。ここにはミサイル用撃機インターセプターが非常事態に備えている。 UFO 撃退の準備はできた。